はい、こんにちは、マスタートです。日曜日、教会の礼拝を終えてからですね、今日は久しぶりに妻と一緒にまた、やっと選挙もですね、もう早めに済ましてきました。はい、8時前ですね。はい、これは義務と権利ですね。はい、今日は牧先生から、アブラハムとロトのそのあれですね、決断かな。アブラハムはすごいですね。そういうこのズームが 族長なのに、おいのロト を、まあ、優先して、もうあなたが右に行くなら私は左、あなたが左に行くなら私は右ということで、完全に優先してますね。自分が、この先に族長地位ですね、自分が、選んで、あとはロトをおい甥っ子ですね、甥に、そちらに行きなさいと言える立場ですけど、それを、しないで、まあそういうこと決断ですね。はい、まあそれゆえに、まあいろいろと聖書ではこのノアとか、まあ説とか出てきますけど、アブラハム、まあ有名ですね、信仰の友、信仰の父、また神様の神の友と呼ばれています。そういうことから、私もこのアブラハムに担うようにというのが僕先生のメッセージのテーマかなと思って、はい、聞いていますけど、はい、もう恥ずかしいですけど、やっと選挙も無事にですね、投票を棄権することなく、まあ、妻と一緒に、投票に行ってきました。結果を神様に委ねましょう。マスタートです。外25度ですね、なんか少し雨が蒸し暑いですね。今週始まりました。今週は休みなしで、大変ですけど頑張っていきたいと思います。先週過ぎた週は本当にほとんど、ユンタクライブと本当に、できないスケジュールでしたけど、今週もハードスケジュールで頑張っていきたいと思います。まだまだ残暑、蒸し暑いですね。朝夕の温度差があって、この体調管理は、大変ですけど、今その上にいたから神様の祝福がありますようにお祈りいたします。はい、次回の日曜日教会礼拝、教会礼を終えてでした。お会いいたしましょう。マスターとこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の日曜日教会礼拝を終えて、お会いいたしましょう。マスターとした、シャゲレツパジャンブルジュ、シャロム、シャロム、シャロム。